日本の黄金の1990年代駆け上がってるんですよ。ジパングが来る、やばい。そうなんですよ、ね、この番組はこのスポンサーでしょうな。お送りします。いいですか先生。はい、おいっす。皆さんどうもこんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄さんもでございます。そしてはい、ボイスオクターのリーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ご飯をさっき食べまして、はい、動画を今撮影再開しておりますが、はい、もう元気いっぱいです。体力満タンでお送りしたい、はい、今日の内容と申しますですね、うんうんうん、先日、三大ロック誌みたいな、はいね、うんうん、動画を上げさせていただきまして、大変ご好評いただいておりました、はい、独断と偏見だったんですけれども、皆さん怒らずに聞いていただいて、ありがとうございましたということですね。はい、はい、関係者の方々も怒らずに、ありがとうございます。嬉しいですということで、はい。で、その動画の中でですね、はいはい、お互いが熱を持って話した、はい、そうですね、じゃないですか。で、やっぱ先生のその、ルナシー愛。ああ、なるほど。川村隆一さんっていう、もうその、言葉がね、そうそうそう、もう工事費に乗るべき。そうそうそう、同じこと言うと爆発しちゃって。いや、そうですね。はい。僕もね、あれ、あの後ちょっと、動画上がったの見たんですけど、はい。なんか中学生が冷めて、告白しただけな。好きですって言っただけの動画だったなと思って。その熱量がやっぱ皆さんにも伝わってましたから。はい、ですか。はい。で、コメント欄で、はい。もう、先生の回をやってくれと。なるほど。言うので、リクエストもちらほらございましたので。なるほど。もう、今日は、リュウイチさんの。リュウイチさん、やった、リュウイチさんピックアップ会。ねえ。これはね、ちょっとレジェンドなんで。時間が大事です。どのぐらいあるかどうかによって。先生の飛行機。だいぶ変わるんですよ。そうですね。はい、確かに。そんなないんですよ。ちょっとギュッとしないと。ギュッとね。ちょっとギュッとしないといけませんけれども、はい、これある意味いろんな方向において面白い動画になると思うので。そうですね。もちろん普通に勉強になる内容だと思うので。それはね、間違いないですね。やっぱり、川村隆一さんといえば、ね、もう日本は誇るね。そうですよ。指折りのシンガーなんですから。いや、本当に。はい、でそれをちょっと僕視点でね。いや、そうですよね。これはまあ、ファンとしてもですけども、うん、一応まあその発声の専門として、はい、しっかりとね、深掘りしたいと思いますから。声の専門家、はい、お医者さんがございますからね。はい、ぜひぜひそのあたり最後までチェックしていただければと思っております。はい、こんな感じでこのチャンネルでは日々、ボイトレ関係のお話とか、発声関係のお話等とお取り扱っておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。先生のチャンネルもぜひ登録してください。はい、じゃあちょっと、いっちゃいましょう、本編。はい。あれ？もうなんか、はい。あれ？なんか。いや、もうアリーナの気分だ。今日もうルナシーのライブだと思って、ちょっと。確かに。ある意味ね。ある意味ライブですよ。もう気合入ってる。披露する場ですからね。そう、気合入ってますね。これ実は先日、福岡でね。そうだ。ルナシーのライブがありまして。ありましたね。はい。もうこれ、デュアルアリーナツアーね。2023。ほやほやだ。最新のライブ。すごい。もう白衣じゃなくなっちゃったから。まあそうですね。すごい。まあどうせ暑くなるんだ。そうですよ。半袖で。まあもういいかなと。お送りしましょう。もうちょっと今日はもうライブムードで。いや、めっちゃ楽しみです。で、マホン君。はい。もう今日はね、歴史の授業ですよ。そうですよね。もう結局ルナシーを語るということは、それはもう、ロック史を語ることと一緒。あ、確かに。そうなんですよ。切っては切り離せない。切っては切れないんで。一緒ですからね。ああ、確かに。でももう最初からいきますけど、いやルナシーってのはね、1989年結成ですから。おおおおお。ってことはですね、おはい。その後の、やばい。日本の、来る。黄金の1990年代駆け上がってるんですよ。ジパングが来る。やばい。そうなんですよ。黄金の国だ。そういうことです。やばい。そういうことです。なので、やばい。ルナシーのね、歴史というのはこのロック史の、はいはいはい、大切な一部なんで、まあ、そこをね、ちょっと歴史の授業で、ちょっと話していきたいなというところ。これは寝れない授業ですね、これね。でですね、まあ、この歴史を振り返ることが、はい、いわゆる川村隆一さんのですね、はい、この歌唱の、いわゆる変遷というか、はい、変化をね、こう、深掘りしていくことになります、ね。確かに。で、まずこれ最初なんですよね。はい、ルナシーの超初期の時代ですね。超初期。はい。からまず入る。はい。この時にどういうことがあったかというと、はい、実はこれすごくベールに包まれていて、最初。そのというのは、まあ、もちろんもう最初の初期からのもうファンの方もまあいると思うんですけど、まあ実際はですね、あでもそうか、はい、まあ僕とかだったらもう中期ぐらいから好きになっているからですね、はい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 、その初期どんな活動されてたのかよくわからないんです。そうですよね、はい、で今みたいにこういう YouTube とかもなくてですね、だからどういう活動をしてたのかどういうライブをしてたのかっていうのはあまりよくわからずに、なるほど、例えばちょっとこう雑誌とかで昔の写真とかが見てて出てくるような感じ。はい、だからその、はい、想像するしかなかったんですよ。うわ。で、その、レコーディング音源ですね。アルバムとか出てますから、それを聞くような感じだったんですよ。そっか。激レアなんですね。そうなんですよ。で、それが、最近いろいろこう、YouTube だとかもこう普及してきてですね、はい、こう昔の映像とかもこう、いろいろね、見えるようになってきて、はい、まあ、そこで分かってきたことでもあるんですけど、はいはいはい、昔のルナシーっていうのは、うん、これはですね、もう、
表記だったんですね。おー、なるほど、なるほど。表記ですね。それはですね、狂ってる方だ。そう。はい、ルナシーンという言葉がですね、はい、まず最初実は表記という意味なんですよ。おー、なるほど。ルナシーンって、はい、ルナとシーで、月と海なんですよ。はい、なんですが、うん、超初期はですね、はい、ルナ CY だったんですよ。それはですね、英語で狂気という意味なんですよ。なるほど。わかります？つまり、狂気から始まっているんですよ。なるほどね。これが初期言動なんですよ、実は。わかりますか？すごいすごいすごい。そうなんですよ。そっかそっかそっか。そこが突き動かしてんだな。バンドのボーカルとしてやってらっしゃった、はいはい、顔ですからね。でですね、はい、その発声たるや、はい、まさに狂気そのものだった。ほー、まあその、いい意味で、はい、狂人として狂ってるという。はい、なるほどなるほど、まあ。詳しく深掘りをすると、はい、それはですね、まあ日本語として、例えば僕ら、こうやって今、理性的に話してますけど、はい、こんにちはとか ね、 ね、言うじゃないですか。はい、そんな風なね、言葉の付け方じゃないわけですよ。ありがとうございました。そ、ね、そう。言葉がですね、崩壊してるんですよ。ああ、なるほど。わかりますか？日本語じゃなくなってるんだ。うん、つまり、はい、もう、なんていうのかな、うん、その、もちろん歌詞はあるんですけれども、はいはい、もう、シャウト、バリバリだった。あるいは、もう、なんていうかな、古希のままというか、はいはい、ナスがまま、あ、なるほど、思いのまま、なるほど、本能で。そう。もう、突き動かされたような発声をされてるんですよ。そうか、そうか、そうか。つまり、どういうことかというと、一切の抵抗がない発声だったんですよ。おー、なるほどっすね。結構、まあ、マホン君とか、はい、シャウトをやったり教えたりする。はい、そうですね、はい。いいシャウトをやったりしてるときって、はい、突き抜けてる状態って結構あります、ね。まあ、そうですね。まあ、もうほぼほぼそうだと思いますよ。まあ、もちろんね、こう、いろいろ洗練していくっていう作業ができると思うんですが、この初期のこのルナシーにおいては、はい、リエさんっていうのは、もちろん、その後はですね、この、すごいこのクリーンの綺麗な歌声に、はい、を、テクニックをこう習得されるんですが、はい、最初はですね、もうその、思いのままのシャウトをするような。今、すごい艶やかなのに。そうなんですよ。そんなに、もう、ほとんどシャウトなんじゃないかぐらいの、そういう発声をしてる時があったというところです。なるほどですね。はい、ある種、その、ピッカピカに磨く前の宝石というか。そうですね。ぐずぐず岩にこう、囲まれた状態。囲まれたもう荒々しい原石というか。すげえ。で、それがまあ、いわゆる、ルナ CY 時代というか、ね、おー。狂気としてのルナシー時代ですね。超初期。はい。まずこれがやってくるんですね。面白。その発声としては、はい、もうそういうですね、すなわち、その、いわゆる言葉を喋るような感じじゃないですね。この口先で喋るようなものじゃなくて、もう喉の奥で、その鳴らして響かせていくような。なるほど。そういうですね、深い面持ちだったんですよね。はい。つまり、まあ前ね、マホン君がルナシーのイメージというと、ダークサイドですね。そうですね。で、まあ73だったりっていう話。あ、そうです、そうです、そうです。最初、10割のダークサイド。なるほど、こういう感じが。なるほど、はいはい。ね、なのでそういうつもりでこう聞いてもらえると、もうそんな感じでね。そうか。割合が。わかると思うんで。面白い。ぜひそういった初期の音源聞いてもらえたらなと思うんですが。うわー、はい、これみんな聞きたくなってると思いますね。はい。でこれが超初期なわけですね。そう。で、そっから、またですね、終わりましたね。CY が、この海に変わるわけです。取れたわけですね。そうすると、物語だなー。これがこの月と海という対比なわけですよ。はいはいはい。で、これはまあ、生とはどうみたいな。ああ、そうです。まあ、光と闇みたいな、ね。光と闇みたいな。この、ルナシーを象徴する二面性に変わるんですよ。なるほど、なるほど。この二面性が、龍一さんにも宿るわけですよ。なるほど、なるほど。はい。で、さっきほどの、深い、この、いわゆる叫び声のようなところから、この、洗練されたクリーンが乗っかってくるんですよ。この話、何度かしたことあります？人生で。え？この話。いやいや、多分今初めてしたんですよ。うまいんだよ。あ、本当に。そうなんだ。何度かこの公演した人のあれです。まあでも、物語の進め方ですよ。月語りをしてるかもしれない。そうか、そうか、そうか、そうです。もしかしすごい引き込まれる。そうなんですよ。そのまさにこの二面性が宿るということです。あ、なるほど。で、具体的に発声で言うとですね。はい、はい、はい、ぜひ。それは、さっきの深いところから、この明るいところが出てくるわけです。ああ、そうよね。それが、まあ、声帯のコントロールで言うと、はい、いわゆる、その、シャウトをするだけじゃなくて、はいはい、声帯をこう閉じるような動作で、しっかりと鳴らして響かせるような、より繊細な、こういったところが出てくる。入ってきますね。はい。で、そうすると、こう伸びやかなクリーンができたりするとか、いわゆる響きが乗った。はい。まあ、リュウジさんの代名詞とも言える、艶がある。艶ですね。艶やかな、妖艶な発声になってくるわけです。なるほど、なるほど。ただし、はい、まだ狂気としての、その言動が残ってるわけですよ、ね。なるほど。つまりそれというのは、誰も見たことがない発声だったわけですよ。そっかそっかそっか。それが、龍一としての個性なるほど、なるほど、なるほど。そっかそっかそっか。そこ混ざり合ったわけですね。はい。まさにルナシーなんだ、ね。まさにそうなわけですよね。はい、はい。で、この、要するに、クリーンなんだけど、荒々しくて、そして、歪みもあるような、そういう発声と、そこがこのルナシーの音楽性に相まってですね、
もうヒット曲と乗ってですね、そうかこう我々に届いてくる。すごい奇跡のバランスだったんですね、はい、でその時には、はい、この最初の初期の状態というのはですね、はいはい、もう武装バリバリなんですね。ほういわゆるその、まあ、ビジュアル系という言葉の、ねはい、原動力あのいわゆるその理由にもなってるかと思うんですけど、はいまあ、そのハードにこう見えて、まあまあそうか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 、その髪ももう床につくまで長かった。ああそうかそうかそうか、はい、でもその、なんていうか助走するぐらいドレスアップするような、うんはい、そういうところからそうかそうかそうか、この鎧が落ちていくような時期になってくる。ああなるほどですね。すなわち、はい、いわゆるそういう武装解除していく時期になる。通りますよね。そうなんですよ。よりこのなんていうかさっきの原石という話をすると、はい、よりこう磨かれていくと。ああいいですねいいですね。でだんだんですね、はい、龍一さんの、うん髪が短くなってくるんですよ。そっから分かってくっていう。そっから分かってくる。分かりやすいですね。そう。で、ね、このロック史において、はいはい、このボーカルの髪の毛の長さというのは、あこの宣伝度合いによってこう上がっていくっていうのは、そうかもしんない。これ都市伝説です。本当にそうかもしれないですね。まあ、この僕リサーチなんですよ。なんかその、ある種のその、尖り具合と比例する感じですよね。そうなんですよ。わかりますわかります。で、これが、まさに、さっきの歌唱変遷という話ともリンクしてくるわけですよ。はいはいはい、そうですよね。歌唱の洗練度合いというか、うん、まあ、その変化に伴ってくるというか、はいはい、つまり、深いだけの音色じゃなくて、それが、その、いわゆる声帯の鳴りや響きというものが、これが加わってくるという時ですね。はい。なるほど、面白い。これが何期？これが、いわゆる、まあ、僕が言うところの、はい、まあ、中初期というか、中初期まあそういう状態ですかね。なるほどなるほどなるほど。もうガーンと上がっていってる時ですよね。そうか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 、はい、なるほどですね。でそこからですね、はい、話は、はい、もうあの、うんうん、いわゆるもう日本のロック史の中でも、うん、まあその天下を取るような、ね、そうですよね。そういう、まあ、お茶の間にも、ねはい、こう来るような、そうですね。そういう、映画を迎えるかという時に、うんうんうんはい、電撃の活動休止が待ってる。しくじり先生みたいですね。え？そうですか。その、この、語り口調が。授業会、ね、そうそうそう。めちゃめちゃいいっすね。まさかの。まさかの。はい、ここで。今編集でなんかなってると思いますけど。なるほど。そこが、これは衝撃だ。大きな大きな転機なわけです。はい、うん、はい。はい。はい。で、何が起こるかというと、はい。河村隆一のソロデビュー、はい。はい、出ました、ソロドドン。出ました。来ましたね。いわゆる、はい。龍一として活動されていたわけですけれども、そこから本名の河村隆一というふうにこの名義を変えまして、いやいいですね。そしてその名義だ。あの、はい、ルナシーの、はい、ね、はい、超ロックなルナシーが、ポップな曲を歌い始めたわけですよ。そうですよね。はい。それが、うん1997年なんですよ。おお。それが要するにそのロックの先ほどの、はい、いわゆるダークであり、うん、艶があるような発声でポップを歌うもんだから。はい。これがですね。なるほど。まあ初めて見るカラフルなね新大陸だったわけです。確かに確かに確かに。当時の我々確かに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 。で、まあ結果的には、はい、それが今もねおそらく日本の、男性ソロシンガーの記録なんですけど。はいトップなんですね。河村隆一さんがトップなんです。いやいやね。はい。黒船が来航したわけですね。なので、はい、そこで、また歌唱に一つ加わるんです。はい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 。これが、発声だ。ポップスで使われるような、このレベルのですね。よりブライトな。はい。ブライトな、はい、この、いわゆる鼻の奥で、キラキラと響くような、はい、この明るい音色が加わるわけです。なるほどなるほど。これが、まあ、ポップスとしての、河村隆一さんが、進化した、はいなるほどね。一つの奇跡なわけですよ。なるほど。バランスを変えられるようになったんですか。そうです。要するに、一つのこの、能力、スキルがまた加わってしまったわけですよ。このポップスで。鬼かなだ。そうなんですよ。このロックとポップスというものを経験したり、歌唱のスキルが上がってしまったんです。上がって、髪短くなって。はい。で、どうなるかというと、はい、今度、はい、その人気絶頂のソロを一気にやめて、はいはいはい、おルナシーが活動再開したすごい物語これが1998年漫画じゃん、はい、漫画ですね、まあ、実際漫画あるんですけど結構ねいやこれルナシーファンはよく知ってると思うんですけど、はい、当時あのマガジンで雑誌にここら辺の僕が今語ってるその漫画があったんですよ、ね、ここら辺結構あのルナシーファンではね、まあ、でもそういうそのぐらいですねスライブの方々は、はい、この歴史がこう動いていく時代なんですよね。なるほど。で、そこから、まだ名曲がいっぱい生まれてくるわけです、ね。はい、はいはいはい。これはですね、もうその、ビジュアル系というような言葉では収まりきらないような、はい、まさにこの、洗練されたロック、はいはい、武装解除した
ルナシーというジャンルが。ルナシーとしての、まあ、その5人のね、はい、個性がぶつかり合う。最高だ。いわゆる洗練された、なるほど。ロックっていうね。そういうことですね。まあ、これは僕が本当に一番、まあまあ、好きなというか、まあ、みんなね、もう、どの時期も大好きなんですけど、はい、まあ、本当に、この、僕自身がね、青春として、ルナシーを聴いた時代なんですけど、なるほど。もう本当に、その、この、突入してくるわけですよね。そうすると、今度、その、ダークさから、今度、洗練された、このキラキラした感じで、ポップス感が。ポップス感があるこのロックという、またそこに新しさが生まれる。あ、そうか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 。わかりますか？わかります。でですね、うんうん、これは、はい、まあ一貫してそうなんですけど、はい、これ川村さんの発声って、すごく特徴的だなって皆さん思うところがある。ニュアンスがそうですよね。よくモノマネされる方もいらっしゃいます、ね、はい。このモノマネ感っていうのは、はい、この川村隆一さんのポップスとしての、このキラキラ感というか、鼻感でモノマネされる方が多い。うんうんうん、実際はですね、はい、この深い感じが川村律さんに備わってるので、はい、ここだけじゃですね、ニュアンスはモノマネしてるなってのが出るんですけど、ね、実際の、うん、そうですね、この感じですよね、このニュアンスね、はい、はいはい、なんで「インヌーマイ」みたいな感じだと、はい、こんな発声本人してないんです、まあ、そうですね、はい、もっと深いどっしりした発声なんですよね、はいはいはい、で、まあ、その土台ありながら、うんうん、それでまたこの明るいね、はい、このブライトな音色がこう加わってるので、ね、はい、非常にですね、その時のこのルナシーという、まあその後期をですね、はい、そのまあいろいろなですね、うん、この、切磋琢磨してるルナシーのバンド内のその輝きとともにですね、はい、まあ非常にこの、光を解き放った時代だとか、はい、いう、まあそういう、まあ時代になります。なるほど、確率、はい。これ何期なんですか？これはもう後期ですね。後期。はい、後期ですね。そこから、まあ、もう妥協なき切磋琢磨だったので、はいはい、そこから一度この終幕と言って幕をまあ閉じる。なるほど。もう2000年でね、あ、なるほど、はい、いわゆる歴史を閉じるわけですよね。はいはい、1990年代を駆け抜けて、はい、そうですね。そして文字通りだ、まあ、その2000年でね、この、幕を閉じるわけですが、うんうん、そこからですね、はい、その川村隆一としての、はい、その、時代がですね、はい、また花開くわけです。なるほどなるほど。で、これ川村律さんの発声をもうまた一段階ちょっと深掘りさせていただくと、はい、もうちょっと喋りすぎじゃないかと。いや全然大丈夫。大丈夫です。楽しい。大丈夫です。ただ楽しい。はい。なんかこう語り部みたいな感じになってます。絶対です。で、はいはい、これですね、まあ、なんで歴史を振り返ったかというとですね、はいはいはい、これが、最初の、はい、いわゆる初期の発声に、はい、あの結びついてると思うんですけども、はい、この母音を崩してる、言葉を崩した発声ですね。はい。この感じ、はい、いわゆる喉の奥で鳴らして響かせるようなところという、はい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 、いわゆるこの川村さんの僕はベースにあると思うんですよ、はいはい、そうするとですね、はい、例えばあがあったら、はい、あと言いますよ、あ、そうですね、いがあったらいと言い、そうですね、ね、うがあったらうと言うような、そうです、この母音を母音として言うという、うん、この概念が崩れるんですよ。お、なるほど、というと、はい、川村さんの、はい、もう伸びやかな艶やかな発声で、はい、特徴のある、あというのがあるんですけど、はいはい、カモリさんはですね、あと言わないんです。お、もうおと言うんですよ。なるほど。あの言葉をおとも言うんですよ。もう母音じゃないんです。そこはですね、もう発声の声なんですよ。なるほどなるほどなるほど。言葉で理解する必要がない、ね、この発声になってるんですよ。なので、それが隆一さんの声になってるんですよ。あ、なるほど。まあ簡単に言うと、例えばカモリさんのグラスという曲で言うと、はいはい、君の声はっていう歌詞があるんですよ。そうすると、君の声は、はい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 、って言うべきですよね。まあまあ。言ってないですよ、そんなこと。君の声はとは言ってないですよ。なるほど。はい。君の声はですよ。あ、はいはいはい。わあ、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 はいはいはい。わあ、なんですよ。確かに。はい。もうそれはですね。そのイメージです。いわゆるその初期の。そういうです、ね、確かに衝動が残っているという、ああ、なるほどなるほど、はい、その荒々しさがあるわけです。ニュアンスが香るんだな。母音が、はい、まあ要するに川村隆一母音になってるってことです。わかります？川村隆一母音ね。これが圧倒的な個性を生んでる理由になってるんじゃないかな。はい、まあそれこそ皆さんがモノマネする一個のポイントかもしれないですよね。はい。だけどこれを浅いところで、ああね、そうよね。君の声はではないというところなんですよね。うんね。このしっかりと喉を開けていくというか、うんうん、 そうですね、その母音を、はい、いわゆるその
母音の日本語のあいうようにとらわれない、ね。そうですね。平坦にするんですよね。そうですね。ある意味ね。そういうことですね。はい、で、これはですね、まあ、ボイストレーニングね、はい、やってる方だったり、ね、歌が好きな方も見てくれてると思うので、はい、で、まあ、最近だったらですね、この外国の曲をね、歌う、もう本当に上手なアーティストいっぱい増えてるじゃないですか。うん、そうですね。そうすると、外国語の母音が、まさにそういったことの操作ができてるで。流動的ですから、ね。はい。なので、ね、大丈夫なんですけれども、うん、だけども、こういう日本語のメッセージを伝えるときに、はい、こういうふうにですね、母音を崩していくというか、そうですね、そして自分の母音にしていくっていう。間違いないですね。まあこれを、まあなんていうのか、もしかしたら、初めにね、された、大化のシンガーなのかな。そういうことっすよね、はい。母音に振り回されるんじゃなくて、ね、自分の汗に母音をついてこさせるっていう姿勢が大事になるんですね。まあ、そうですね。そしてその、自分の、その声帯が鳴り、そして響く、うんうんうん、その母音に変えていくということですよね。はい、そっちにフィットさせていくっていうことですね。はい、なので、ぜひね、その、視点でね。あ、いいっすね。ルナシエの曲だったり、川村さんの曲、聴いてもらいたいなと思うんですよね。しかし、曲目ですね。はい。そこが、伸びやかで、艶やかな、あ川村さんの発声に、ね、なってるかなと思うんで。ポイントですね、これ。で、まあ、そういう風にして終幕した後なんですけども、川村さんとして活動されて、はい、ものすごいですね、スキルをこう上げていかれたんですよね。それはもう、いろいろなこの活動も、まあ、されていって、はい、まあ、そこもちょっと語ると時間がないので、まあ、まあ、そうやって、そのボーカリストとしてもですね、はい、その活動の場やったり、活躍の場も広げられて、はい、スキルアップもされていって、はい、ところが、ルナシーとしては、この活動してない時代がこうずっと続くわけですよ、ね。はいはい。で、まあ当時僕もそうでしたけども、はい、このルナシーをね、うん、直接に見れなかった時代というのがやっぱりあるんですよ。なるほど、はいはいはい。というのは、中学生、高校生って、はいはい、ライブに来たくて、まあまあ、そうですね。いけないじゃないですか。いろんな理由でいけないですね。うん、ですよね、うん。ですからまあ、その、ね、大人になってから、このルナシー一番ね、この、まあ皆さんそうだと思いますけど、はい、この好きなバンドのを見れない時代っていうのがあったんですが、うん、はいはいはい、そこもです。はい。電撃的に。お、はい。2007年。あ、はい。ワンナイトデジャブで。お、一夜限りの復活を。あははは、素晴らしい。はい。はい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 。なるほど、ね。これは衝撃のね。はい。あのルナシーか。なるほど。それは衝撃ですね。あの、それは衝撃だ。終幕したね。うん。その後に。開いたんだ、もう、ね、はい。二度と集まらないんじゃないか。始まらないんじゃないかと思った。あのルナシーが。すっげえ。ね。一度だけ。幕が開いたんですよ。びっくりしちゃうな、それ。それが、とてつもない衝撃だった。いや、そりゃそうですよ。それはもちろん、僕らもそうですし、多分ね、そのメンバーさんたちの中でも、大きな衝撃だったと思うんですよね。なるほどな。で、その、お互いがスキルアップした中で、はい、バンドというのはね、はい、そういう、いわゆる生き物じゃないですか。そうですね。はい。はい、まあ、その、化学反応です。化学反応が、やはりやっぱり最高のものだと。はい、はい。というところでね、今、またね、このルナシーというところが、うん、まあ、リブートというかね、はい、再始動して、そうですね。まあ、聴ける時代になってる。いや、素晴らしい。で、まあ、その後ですね、はい、まあ、リーサに関して言うと、はい、まあ、本当に、まあ、辛いね、闘病とかもあったりとかして、うん、ところが、うん、ね、まあ、こうやってね、今もう、そう、ライブに行かせていただいたんですけど、はい、もう、元気でね、はい、もう、バンドが、もう、あると。もう、それだけでね、もう、幸せで、もう、はい。なので、この今をね、もう感謝していきたい。いや、本当にそうです。そういうことですよね。はい、いや、本当にそう。最近は、そのなんかセルフカバーのアルバム、もうそのルナシーの全盛期ともね、言われる、はい、もう最高傑作とも言われる、うん、そのスタイルだったり、はいはいはい、マザーだったりっていうところが、はい、このセルフカバーで、なるほど、今のルナシーがやるんだと。復活を遂げた龍一さんの歌声も、そう、聞けちゃうんだ、これ。龍一さんの歌声っていうのはね、はい、これはもう最高級の、いや、ヴィンテージワインなんですよ。いや、そういうことですよね。その年代ごとに、味わいが違うんですよ。個性の大事さというか、うん、そうですね。突き抜けていくというところがスタート地点にあることが、うん、何よりもベースな気がするんですよね。もう、リースってわかりますかね、うん、パッと。それはやっぱりそのもう、本能のままというかね、うん、そのもう、裸のままとか、剥き出しのままというか、はいはいはい、なんかそういうふうにこう、歌っていくっていうのは、うん、まあその、昔のね、はい、そういうアーティストって多かったと思うんですけど、はい、僕らもね、今トレーニング始めようとする、これからのね、歌手の皆さんも、はい、そこはね、うん、こう、ぜひ、確かに。個性を大事にする。確かに。優等生になりすぎず。そうそうそう。そうそう。もう突き破る部分は突き破る。なんかまあ、平均化していくのがボイストレーニングじゃないですか。まあ、そうね、うん。自分の個性を大事にしていくというかね。はいはい。いや、そうですよね。いや、本当にそうです。ね、本当にそうです。うん、大満足の、はい、内容でございました。はい。という感じで、もう先生の熱量もめっちゃあって、はい、めっちゃいいでございました。はい、嬉しかったです。楽しかったです、ね。楽しかったです、はい。ありがとうございます。はい。って感じでですね、今回の動画、良かったよと、楽しかったよと、という方、ぜひ、グッドボタン、あとチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。またじゃあ、皆さんお会いしましょう。バイバーイ。